女性の進出によって、研究所や製造の現場でも女性が働きやすい環境が整いつつあります。そんな中、女性研究者グループ、コードコードはさらに一歩進んで女性の感性を研究開発に生かす環境を作って活動しています。一体どのようなものなのでしょうか。東京大学の特任研究員である橋田智子さん。 紙などの身近にある素材をディスプレイや入力装置として利用する情報端末の研究をしています。橋田さんは2009年の冬、同年代の女性研究者とともにコードコードというグループを立ち上げました。メンバーは工学、学際情報学、環境学、心理学などの専門分野を持つ7人の研究者です。その名の由来は、 女性的な感性を表すコードと論理的な思考を意味するコードを有機的につなぐということ。メンバーは人々が緩やかに集まって、のびのびとおしゃべりしながらものづくりを行える場所。いわばヒューマンエンジニアリングサロンが必要だと考えているのです。 こういういお話をする場ができてこう自分の意見に対してこうフィードバックを得られたりとかそのもの自体がすごく楽しいっていうのもありますしまたすごい刺激ももらってますしそれが理工系研究者の集まりだったことからものづくりにまで発展しました最初に作ったフルーツプロッターというシステムはプリンなどの下地の上にドライフルーツをドットに見立ててプロットし 素敵にあしらってくれますご褒美とは何かというおしゃべりから生まれましたその他太陽の光で色が変わったり光ったりするアクセサリーやポケットに電子工具を入れられるエプロンなど女性らしい感性が生かされていますものづくりに関わらない人が思っている思いとものづくりができる人っていうものが何かつながる必要があるなと思っていてそこが そこで何か役に立てたらいいなって私自身も思っているし私だけで不足しているところがあのコードコードのメンバーが揃えばあのそこをガチその間に入ることができると思うので彼女たちは自分たちのものづくりを振り返りそこにいくつかの段階があることに気づきましたそして4つのメソッドにまとめたのですまずはおしゃべりメソッドおしゃべりの中でアイディアが生まれた時には みんなの声のトーンが上がるので、その瞬間を逃すことはないと言います。次のお作法メソッドでは、世の中に役立つものになりそうかを具体的に検討。この段階で、すでにアイディアの実現を目指して動き始めています。お作りメソッドでは、実際にプロトタイプを設計、制作し、アイディアを形にします。最後のお披露目メソッドでは、世の中に対して作品を発表。 これまでの作品はすでにさまざまな展示会でお披露目していますメンバーにとってコードコードの活動の意味は次第に大きくなっているようですコードコードの活動ももちろんその実世界と一番すぐに出せるってところに行きたいですけどそれに加えてコードコードが研究っぽいことができるような組織にもなれそうだって今ワクワクしているところがあります共感でできる人であれば 誰とでも楽しくやっていくっていうのが多分一番大事で。社会との設定の中で、そこがある、何というんですか、仕事みたいな形で。きちんと責任の取れるような、あの形にもしていきたいと思ってます。この活動に注目し、さまざまに支援してきたのは、ウェブブラウザーで知られる。モジラジャパンの代表理事、滝田智子さんです。女性の感性を出した方が。 プラスになることってやだからその自由なそのなんだろう緩いつながりの中での職場環境っていうか物事を考える環境を自分たちで作りながらやっていくっていうのは本当にあのなんだろう新しいもののクリエイトするっていう環境にはあこれは絶対ありだっていうふうに思いましたね。 理工系分野への女性の進出については、女性的な感性や能力が十分に発揮できているのか、長く働けるのかといった働き方の質が問われています。コードコードの活動は答えの一つとして注目されます。